コーチ受けないの？え？そんなでかい大会なの？ちょっと。え？やばい、軽いノリで出ちゃった。なんか、大会とか出てみたいな、楽しそうのノリで。エンジョイ大会だと思ったんですけど、コーチとかあるんですか、これ。あ、でもね、スイちゃんにね、聞いた。スイちゃんに何で練習したらいいのって聞いて、99やった方がいいって聞いたら、いや、99はあれはね、あんまりね、意味ないからね、って言って。なんかそういう感じでね、とりあえず練習の仕方だけ聞いてやってたわ。スイちゃんコーチあるよ。あ、そうなの？でもスバル裏で聞いたからそれで1回分だと思う、まず。いやいや、申し訳ないやん、そんな。なんかスイちゃん忙しいのに。これ、速さってさ、スイちゃんに見てもらわんでも自分でできるやん。裏で練習できるから。ちょっと頑張るわ。え、あとね、みんなにね、聞きたいことあるんだよ。積みミスした時ってさ、いつもさ、どうやって鳴らすかでめっちゃさ、迷うんだけど、あー、なるほどね。さっさとミスったところを消すのにバーってやってきゃいいんじゃ。で、あいみのも、テトリス以外で、縦には使わずに寝かせた方がいいってことよね。あー、なるほどね。あー、やっぱでも、仕方ねえ、これ行くしかねえってなったら、立てるんだ。なるほどな、そういうことか。ちょっとみんななんかコーチング好きすぎない？コーチング、めちゃめちゃおすすめするやん。みんながスバルのコーチになってくれたらいいでしょ。ちょ、黙るのやめな。黙るのやめな。みんながスバルのコーチなんだから。見てたらしたくなるんや。あ、みんながコーチング。あ、なるほどね。その、スイちゃんのコーチング見て、うわ、これスバルちゃん受けてほしいなっていう指示中してんだ。あ、なるほどね。そういうことね。ただ、申し訳ない。スバルのね、枠はね、指示中聞かねえんだ。ごめんな。ムラムラしてきた。ムラムラすんな。あ、なるほどね。で、みんな、その、スイちゃんが言ってたことが、ちょうどスバルのレベルに合ってたんだ。なるほどね。じゃあ、ちょっとね、裏でこっそり聞いとこうかな。単純にコラボが見たいんよ。だったらコラボ見たいっていいしゃい。お前ら、ツンデレかよ。かわいいな。スバルちゃん、スイちゃんとコラボしてよ。コーチングがいいよ。かわいいかよ、お前ら。ツンデレやん。ぷよてとのコラボが見たいってな。なるほどね。コラボしてって。いや、まあ確かにね、スイちゃんとコラボしたいな。なんか一個組もうとしてたんだけどね。なんかあれだったタイミングが悪くて流れちゃったんだよな。だって直接的に言ったらさ、おい、中学生かと。お前ら、素直が一番やって、マジで。コラボしてお願い。まあ、そうやってね、言われるとね、まあ、なるほど、そういうことか。じゃあコラボ考えるかって思うしね。はい。でも、スイちゃんとスバルの小屋に来てほしいな。スイちゃんとあんまり、いちいちで喋ったことないかも。ね。